自民党の三原じ子参院議員の車が盗まれていることが分かりました。昨日、三原議員の自宅から車が盗まれたと関係者から警察に通報がありました。三原議員の事務所によりますと、盗まれた車は白色のトヨタランドクルーザーです。一昨日夕方には三原議員がこの車で横浜市中区の自宅に帰りましたが、昨日昼頃に外出しようとしたところ。 車がなくなっていたということです。自宅に防犯カメラは設置されていませんでした。議員はすでに被害届を出していて、警察が窃盗事件として調べています。